史上者ども知れや。ついにやったか。様之助、行くぞ楓。兄のごとくお慕い申し候様之助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき物のけが徘徊し候、女中近寿行き方知れずに愛なり候ごと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候来ども尾張との戦迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来は、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日先週の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年
8月20日雪様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら道は2つしか考えられません。今は使われていない百曲がりと、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。雪姫、うん、様之助、よかった、やっぱり来てくれたのですね。様之助がこの城を去ってから心細くて、私様の助。今の汝では幻魔を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。我らは幻魔に滅ぼされし鬼の一族。様之助、幻魔を倒し魂をその小手に封じよう。これは様之助、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。
この小手で腕が引きちぎれるまで戦えって。早く来い！化け物！早く閉めろ！中に人が！諦めろ！おい、ここ開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。分かった。
雪姫はどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。
美しい血が滴る。こいつも私の手にかかれば。なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえの幻魔か。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら幻魔と契約を結んだ。未来永劫幻魔に尽くすとな。ああそうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけるなるど。そいつの腹をかっさばき、舌たぶちを好きなだけ飲むがいい。